チョコはずっと食べれます。もう何でも好きですけど、僕中にあのピーナッツとか入ってる系のチョコが好きです。あとあのクランチみたいなやつとか好きです。抹茶アイスも好きです。僕はどら焼きとかバームクーヘンとかですかね。ラムレーズンのアイスクリームと甘いんですけどほんのり苦い、まるでクールだけど甘い、その二面性を持った木村くんにぴったりかなと思います。そうですね、なんだろうな、キャラメルポップコーン、スイーツじゃないか。まあでもいいんじゃない、甘い。そうですね、キャラメルフラペチーノ。お、でもそれってスターバックス限定になっちゃうか。いやいや、まあキャラメルラテとか、うん、みたいなスイーツなのか。でもななんか甘い飲み物にそのまた上にアイスが乗ってるような、イメージですね。野添さん、結構キャラメルっぽい服も確かにね、今日着てるので、そうですね、3匹目の3頭目の犬を飼いたいなって思ってます。いいのかな、よくわかんないけどなんかまあでも妻には止められてるんで、どうくぐり抜けようかなって思ってます。妻っていうのかっこいいですね。そうですか、ありがとうございます。恥ずかしいな、なんかないですか。僕はジョジョエンカップに出たいです。ゴルフかい。クス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 笑いがなるほど、結構本気でやってるんだよね。できれば二刀流みたいな形で。いやいやいや、プロゴルファーってことよ。二刀流ってことはプロゴルファーと俳優ってことで、はい、そんないける？多分だそうです。いやいや、それ多分このスーツとこれのせいだと思います